はいはい、山根ふみです。皆さんは、おしっこをどのくらいのペースでしてますか？まあね、お仕事や学校の授業があったりするとですね、行きたい時に行けないなんてことありますよね。だからね、人はおしっこの限界を知っておいた方がいいんですよ。じゃないと、職場とか教室で、バーストしかねませんからね。だから今回は限界までおしっこを我慢して膀胱の限界を把握しておこうと思います。あ、皆さんは真似しないでくださいね。私はバーチャル YouTuber だから大丈夫ですけど、生身だと体に良くないですからね。いやー、こういう時バーチャル YouTuber って便利だよね。あー、ちなみに今おしっこを我慢し始めてからなんと、4時間が経過しております。正直トイレ行きたいです。めちゃくちゃ落ち着きがなくなってきてる。でもね、大丈夫、私はバーチャル YouTuber だから。そう、バーチャル YouTuber はトイレとか行かなくても大丈夫だから。というわけでね、こういう感じでおしっこを我慢していこうと思います。あーあー、 T ポーズ。へえ、なんか飲むとおしっこがしたくなる飲料ってのがありまして、なんかカフェインが含まれてるコーヒーとかお茶だとか、あとお酒っていうのはまあ有名ですけど、あとはオレンジとかの柑橘系のジュースとか炭酸飲料を飲むとおしっこに行きたくなるそうです。へえ。なんか暇なんで、黒子のバスケ16巻、読んでいきまーす。最近読んでるんですよね、黒子のバスケ。いや、今ね、青峰戦がね、めちゃくちゃ熱いんですよ。おー、熱い！いや、黒子のバスケ16巻、とても、よかったんですけど、我慢し始めてから5時間が経ちました。ああ、やばい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 。なんかちょっと寒気みたいなのを感じる。なんでだろう。これ我慢したせいかな。なんか怖いんだけど。ああ、やばい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 。ああ、ああ、ああ、なんだこの踊りは。待て、まだ行くんだ、行くんだ。我慢の先へ。そう。膀胱が限界を迎えるとき、私は新たな力を手にする。そう、バーチャル YouTuber としてまた一つレベルアップできるはずだ。そう、おしっこ我慢こそがバーチャル YouTuber の力となる。この動画で私はまた一つ天へと近づく。無理！ああ。